はい、やはりやあれカメラアングルって結構難しいですね。水平自分ではちゃんと撮れてるような気もするんですけども、とりあえず OK かな。OK ですね。OK です。はい、今度はですね、動いちゃったな。と大丈夫か。今度はですね、どこだ、機体が見える。そうですね。今度はですね、紅葉をバックに撮りたいかなと思うんですけど。アイドロップ入ってませんけどね。ゆっくり。紅葉はね、綺麗ですね。黄色に、黄色の背景と黄色の紅葉ですかね。それと空のブルーがですね、非常にマッチしてて、カメラがあればね、もう車も見えますけどね。早いですね、動きがね。ゆっくり飛ばすのは難しい。ノーマルモードのまんまですよ。昨日雨が降ったんでね、グラウンドに水たまりができてね、なかなか路面は硬くて埃がね舞い上がらず、いいですね。この辺で波紋作ってみましょうかね。どうでしょう。下向けるとね、隣の水たまり、まあここはね、設置してもそんなには、下までね行かないと思うんで、ちょっとここでハイドラップ入れて。3Dモードだからね、おいでおいで。あ、風が吹いてるから波紋が見える。あ、出ましたね。はい、おお、今やばかったな。
アイドラック会場もう一回波紋作ろう。見た目にもいいよね、なんかね。いいかな？やばいかな？本当ね、これマイクロヘリだな。おお、震えてますね。私が震えてるわけじゃないですけど、ヘリが震えてるんだね。じゃあとりあえずやめましょう。はい、以上になります。はい、うまく撮れてるかな。